川口のクルド人なぜ増えたか。引き金は悪夢の民主党政権時代。民主党政権時代の2010年、平成22年には難民申請から6ヶ月経った申請者に対し、一律に就労できる運用を始め、ピークの17年には約16倍。こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。前回 PKK 問題の質疑を取り上げましたが、今回は川口のクルド人なぜ増えたか、影にイラン人、民主党政権で増、移民と日本人の平成史、産経から引用しながら進めていきたいと思います。圧力が表面化しているトルコの少数民族、クルド人。彼らが川口市に住み着いたのは約30年前の平成初め、1990年代初頭と言われる。東京に近く家賃などの生活費が比較的安いことから、先に来日した親族らを頼って相次ぎ来日し、やがて国内最大の集中地になったという。山岳地帯から大都会、トルコなどの山岳地帯に暮らすクルド人は、国を持たない最大の民族と呼ばれ、ドイツやオランダ、カナダなど欧米にも数多く移民している。クルド人問題に詳しいトルコ人ジャーナリストによると、クルド人はトルコ南東部の山岳地帯の出身が多い。1970年から80年代までは社会経済的に発展から取り残されていた地域だという。彼らの一部は山岳地帯の小さな村からいきなり川口へ来るケースが多い。そもそも都市の生活に慣れていなかったり、日本の生活や文化に適応が難しい人がいたりするのは仕方ない部分もある。正直言って彼らの中には小学校程度の教育しか受けてない人もいる。我が国に在留するトルコ国籍者は約6000人。そのうち約2000人程度がクルド人とみられ、川口市周辺に集中している。出入国在留管理庁によると、正規の在留者は約1300人。難民認定申請中で、入管施設への収容を一時的に解かれた不法滞在状態の仮放免者は直近では約700人という。クルド人の来日初期から支援を続ける松澤さんによると、川口にクルド人が住み始めたきっかけは、先に来日していたイラン人の存在だったという。80年代半ばから市内の造園会社の下請けで不法滞在のイラン人がたくさん働いており、その中にイラン国籍のクルド人が混じっていた。90年代に入り、彼らを頼ってトルコからもクルド人が来日するようになった。なぜ彼らは欧米よりもはるかに遠い日本を目指すのか。先に来日した親族らがいることに加えて理由に挙げられるのが、日本とトルコの間で1956年、昭和31年に取り決められた短期滞在のビザ免除措置だ。航空券代さえ払えば、パスポート一つで来日し、3ヶ月の滞在期間の在留資格で入国。3ヶ月後難民認定を申請して滞在を継続できる。難民申請中の外国人には特定活動、難民認定手続き中という正規の在留資格が与えられることもあり、俗に難民ビザと呼ばれる。川口市内の正規在留者約1300人の大半もこれにあたる。この資格の在留期間は通達により最長1年で、就労が認められる場合もある。昨年6月時点でトルコ国籍者1177人に与えており、国籍別で最多となっている。民主党政権時代の2010年平成22年には、難民申請から6ヶ月経った申請者に対し一律に就労できる運用を始めた。目的は申請中の自活のためだったが、申請すれば働けると、目的と手段が逆転。10年に全体で約1200人だった申請は、ピークの17年には約16倍の約2万件に急増した。翌18年に再び就労を厳しくしたところ、申請は半減した。入管関係者は難民としての認識を持ち合わせないまま、一義的には出稼ぎや定住を目的としていることを強く疑わせる現象だったと振り返る。トルコ国籍者も10年の126人から17年には1195人まで急増し、翌年は半減したが、全体の動向と異なり、その翌年にはまた増えた。その後再び減少したのは、新型コロナウイルス感染症による入国制限のためだった。産経からでしたが、鳩山由紀夫内閣は衆議院、民主党代表の鳩山由紀夫が第93代内閣総理大臣に任命され、
2009年、平成21年9月16日から2010年、平成22年6月8日までついた日本の内閣ですが、まさしく鳩山内閣、民主党政権時代の2010年に、難民申請から6ヶ月経った申請者に対し、難民申請から6ヶ月経った申請者に対し一律終了できる運用を始め、申請すれば働けると目的と手段が逆転し、どんどん増え続け、10年には全体で約1200人だった申請はピークの17年には約16倍の約2万件に急増。翌18年に再び就労を厳しくしたところ申請は半減した。2018年といえば第4次安倍内閣。自由民主党総裁の安倍晋三が第98代の内閣総理大臣に任命され、2017年11月1日から2018年10月2日まで続いた内閣です。やっとここで半減はしたものの、今の川口市の状況や難民申請などの状況を見れば、改善されているとは到底思われません。そもそも1978年、昭和53年の入管難民法、施行から45年間で、入管当局が当初から難民と認定したクルド人は一人もいません。唯一の例外は2022年、札幌高裁で難民不認定処分の取り消し判定が確定した一人だけ。今年3月にトルコのクルド人地域を現地調査した元国連難民高等弁務官事務所、駐日代表で東洋女学院大の滝沢名誉教授は、トルコ国内でクルド人に対する政策的な差別は全くないと指摘し、さらにこう続けた。クルド人の中でもイスラム教の宗派によっては一部に社会的経済的な差別は残っているようだが、条約難民の定義である迫害を受ける恐れがあるとまでは言えないのではないか。一方で入管庁は難民に該当しなかったものの、日本人と結婚して子供が生まれるなど国内の特別な事情を考慮した人道的な見地から過去5年間だけでトルコ国籍者58人に在留を認めている。これは国籍別で最も多く、全体の 28% を占める。6月10日に控える改正入管難民法の施行により、難民申請中の強制送還停止が原則2回までに制限される。だが、難民申請の審査期間は平均26ヶ月半。2回の申請で不法滞在状態が4年以上続くことになる。川口の地元住民からは、中東系の外国人が稼ぎ祭のトラックを運転し、改造車が走り回っているといった声が絶えない。地元選出の国会議員らは4月中旬、市内のクルド人集中地区を視察、ようやく重い腰を上げたということですが、ではネットの反応をご紹介します。悪夢の民主党政権時代の弊害は未だに日本を苦しめているのを知ってた。原発停止、太陽光発電推進による自然破壊、大量の移民の流入。民主党、つまり現在の立憲民主党が政権を取れば、こういう未来が再び来てしまう可能性があります。自民党も公明党も野党の立憲民主党も全てダメ。移民反対、外国人参政権反対、難民申請禁止、不法滞在は強制送還の政党を選ぶべき時代です。航空券代さえ負担すればパスポート一つで来任し、3ヶ月の滞在期間の在留資格で入国、3ヶ月後難民認定を申請して滞在を継続。クルド人の現在の仮放免者は約700人。もうマニュアル化しているんだよ。クルド人の中でもイスラム教の宗派によっては一部は、社会的経済的な差別は残っているようだが、条約難民の定義である迫害を受ける恐れがあるとまでは言えないのではないか。呼ばれてもないのにのこのこ来て、その上不法在留し重犯罪を犯す。そんな連中は即刻強制送還以外ない。無論法改正と厳格な適用が前提。いかがですか。クルド人の問題をめぐっては東京新聞が、無保険クルド人のインフルエンザ治療費24万円は人権侵害だから国が補填しろみたいなことを言って炎上していますが、その方が無保険なのは不法滞在で難民申請制度悪用の送還逃れだからでしょう。人権侵害だから国が補填しろというのであれば、普通に保険料を払っている人はどうなるのってことになります。もしそんなことを許し国が補填すれば、世界中から病人が殺到するでしょう。そして情報提供によれば、24万円どころか、
2600万円のクルド人による医療費未払い事件があるようですが、さて今回の動画ご視聴いただきました皆さんはいかが思われましたでしょうか。ぜひご意見コメントをお寄せください。そしてチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。